砲弾。砲弾、砲弾、シェル、キャノンボールは、大砲に使用される弾丸のこと。複数の種類が存在し、目標、目的によって使い分けられる。陸上自衛隊の定義では、合計 20mm 以上の弾丸のことで、それ未満のものを消火器弾薬とする。日本語の、砲弾の場合は、大砲用の弾丸を広く含めるが、英語のシェルシェルは、 本来は、作薬が詰まった種類のもののみを指し、作薬が詰まっていない弾丸についてはショットショットと呼びっけていた。現在では、作薬の入っていない鉄鋼弾のようなものも、シェルと呼んでいる。なお、1868年のサンクトペテルブルク宣言は、小口径の弾丸には作薬を詰めることを制限しており、両目 400g 以下かつ、爆発性。 または燃焼性の物質を当てたる発射物の使用を低約国間のみの戦争では禁止している。標的に命中した際に弾頭が起爆して破壊をもたらす化学エネルギー弾と発射時に得た砲弾自身の運動エネルギー、質量、速度により破壊する運動エネルギー弾とに大別される。後者は同じ砲弾でも発射速度及び飛距離により威力が大きく左右される。 初期の砲弾は、運動エネルギー弾が中心であった。その理由は、当時使われた黒色火薬は作薬に用いるには、安定性が低く、信頼性のある新幹も実用化されていなかったからで、ある。比較的薄肉、中体長方針の方で使える砲弾は、無垢の実体弾、円弾、砲弾、武道弾、三弾、焼き玉などに限られていた。 炸裂する砲弾が初めて文献に現れるのは、中国の明朝、1368年から1644年、初期の、下ウヘという軍事マニュアルである。小玉、14世紀から15世紀初めと、章初め、1311年から1375年、が書いたもので、小玉が後に追加した序文は1412年の、ものである。その本にあるように、 火薬を詰めた中空の砲弾は中鉄製だった。主に前葬式の大砲で使われた砲弾を記すが、初期はフランキ砲などの五葬式の方でも使用された。作具、搬送装備破壊用の砲弾は、漢砲が主に使った弾で、その不定型な形から、外して射程距離は短い。キャノンボールは競技には、休憩弾のことを指すが、講義には、 砲弾全般を指す単語である。ソリッドシット、またはラウンドショットやホールショットとも呼ばれる。榴弾が登場前は最も一般的な砲弾。丸い石弾、または休憩をした無垢の金属塊である。15世紀までは石を削った石弾が多いが、後に威力を高めるために、金属、主に中鉄製の砲弾となった。 実体弾のため目標に直接射撃をするたは、陸戦の場合、砲弾を地面へとバウンドさせ、ボーリングの弾のように転がしながら、敵兵をなぎ倒すのが主な使用法である。当時の弾の規格は不揃いなものが多く、いざ発砲しようとすると光景に合わなかったり、保管中の錆で傘が増して、装填不可能になる、有隙が大きかったりすることもしばしばだった。 休憩弾を炉で真っ赤に焼き上げた、焼夷弾。ホットショットとも言う。野戦や、関西砲での扱いは難しかったので、設備の整った、要塞法用だった。対艦専用の砲弾。見た目から、グレープショットと呼ばれる。敵艦の作具破壊と、人員殺傷用。ラングリッジは、骨の袋に、てっぺんや釘、鎖の切れ端等を適当に詰めたもの。 武道弾の代用品で、急増の砲弾だった。キャニスターショットは、人員殺傷用の三弾。別名、ケースショット。金属製の筒に、マスケット銃弾を数百発詰めたもの。陸戦にもよく、使われた。砲薬、鎖弾。二つの休憩弾を鎖で繋いだもの。これも、作具破壊用である。チェーンで繋がず、方針に二個の球形弾を詰めて、 放つのをダブルショットと呼称するが、こちらは威力倍化用であって、作具破壊を目的とはしていない。バーショットは半球形の砲弾が鉄アレー状に棒で繋がれているもの。発射後に繋いだロットが伸びるタイプもあり、砲薬で慎重弾とも呼称される。作具破壊用。ファゴットショットとは、文字通り鉄棒を束ねた砲弾。発射後に、 敵幹板上で飛散し、広範囲の被害を与える。作具破壊と人員殺傷用。鉄製の籠に硫黄やタールなどの可燃物を詰めた、焼夷弾。カーカスとは、死骸の意味。ヨーロッパで炸裂する砲弾。榴弾が一般化するのは16世紀中頃のことで、ある。石や中鉄でできた中空の砲弾に火薬を詰めた、もので、次元神官の役目を果たす。 ゆっくり燃える部分と爆合する部があり、9方を使って発射した。発射時の瞬間的な発砲炎が新艦を着火し、一定時間後に内部の火薬が爆合する仕組みだった。実際には新艦に火がつかないことがあり、炸裂までの時間もうまく調整できないことが多かった。その後、榴弾にはゆっくり燃える火薬を詰めた中鉄、または銅製のプラグが装備された。 砲弾の発射時に新汗に点火させるよりも手で新汗に点火してから発射する方が信頼性が高かった。このため砲手が新汗に点火してから車線から避ける時間を短くするためにマズルローダー式の方針が十分短くなければならなかった。方針が短いために方向初速が小さくなり弾道を高くする必要があった。このような砲として旧砲や 榴弾砲が使用された。1871年までは、中鉄製の球形の砲弾が通常弾として使われていたが、1823年、フランスの将校である、アンディ・ジョセフ・ペクさんは、低い弾道のカノン砲、ペクサン砲で発射できる炸裂る榴弾を発明した。1840年代以降、各国の海軍がこの砲を採用し、そのために被弾時に燃えやすい。 木造軍艦の時代が終わり、造船における鉄製船体への移行が起きた。その頃には、不発弾を防ぐために、着発進艦がきちんと目標に向く用砲弾に、装弾灯、サボと呼ばれる木製の円盤を、銅のリベットで取り付けて装填するようになった。また、装弾灯は、砲弾がまっすぐ発射されるのを補助する役目もあるとされていた。ただし、 旧砲の砲弾には相談灯は使われなかった。19世紀後半、ライフル砲が実用化されると、休憩ではなくて、C の味方の砲弾、長弾が使われるようになった。ライフリング自体は15世紀に考案されていた技術で、あるが、大砲への実用はこの頃であった。ライフリングとうまく噛み合わさるような砲弾の構造が研究され、 鉛や銅などの柔らかな金属でできた副体を巻いてライフリングが食い込むようにする方式。鉛弾や全装法用として竹の骨罰、スタッドを表面に取り付けて溝にはめ込むライトシステム方式が実用化された。19世紀末まで砲弾には中鉄が使われていた。鋼はまずその硬さから鉄鋼弾に使われ、その後試乗された。 高所速な砲で使われるようになった。中鉄では高所速砲の発射時の衝撃に耐えられず、ライフリングで先天中に割れてしまうからである。この間に特殊な砲弾も開発された。照明弾、星弾は17世紀には実用化されており、イギリス軍は1866年にパラシュート付きの照明弾を10インチ砲、8インチ砲、5.5インチ砲用に導入した。 この10インチ砲用の照明弾は、実に1920年まで公式には、正式装備とされていた。第一次世界大戦時、破片を撒き散らす、硫酸弾や榴弾が、不評に、甚大な被害を与えた。戦死者の70%はそれらの砲弾によるもので、ある。このため、断片避けの鋼鉄製ヘルメットが、標準装備になっていった。 1917年には毒ガスを詰めた砲弾が使われ始めた。当時は新刊の信頼性がまだ低く砲弾が炸裂しなかったせいで戦況に影響を与えたこともある。不発弾が大きな影響を与えた戦クとしては1916年のン部の戦いを挙げることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。